ある、都市公園である。別名商品公園と呼ばれており、芦屋が朝岸沿いに国道43号から、川口付近まで南北に伸びた公園には、四季である黒松が約420本植えられている。面積29,433平方メートル。芦屋公園内のえつか芦屋公園内の、日中友好平和の塔に上々で深夜に暴れていた、怪獣ぬえを、 源の頼政が弓で射殺し、死体を船に乗せて、桂川に流し大阪湾を経由して、死体は足屋の浜辺にたどり着いた。近隣の裏人は、ヌエの死体を恐れて墓を作り、ヌエ塚となった。このヌエ塚は、1917年に建立された。1930年に建立された。足屋川改修、農地整理、JR 足屋駅の創設など、 芦屋アア地区発展の基礎作りに貢献したされる、猿丸安明の功績が書かれている。石碑には、犬飼武氏のサインがされている。芦屋市出身の稲畑定子が、阪神、淡路大震災について読んだ句が彫られている。震災に、太平市芦屋の松鈴市、芦屋市内にある阪神、淡路大震災について歌われた石踏みが46個あり、その一つである。 1973年7月7日に日中友好平和の党建設委員会により建てられた前年に日中国交を回復している阪神電車芦屋駅から徒歩5分ありがとうございます